今月31日は衆院選の投開票日ですが、若い世代に聞いてみると、31日って何の日かご存知ですか？ハロウィンです。ハロウィンです、ね、ハロウィン、ハロウィン以外なんかないですか？ハロウィン以外、ハロウィン以外、ハロウィン以外、ハロウィン以外なんですか？なんかハロウィン、ハロウィン、衆院選挙あるんですけど、いつか知ってます？いつあるんかなって思いますけど、ちょっと日にちわかんないです。誰に投票していいかわかんない。あ、わかんない、はい、なんか行かない理由はあります？私もわからないから。今回の衆院選行きますか？予定が合えば。予定が合えば今回行きます、うん、あんまりわかんないんで多分行かないと思います。そんな現状を変えたいと立ち上がった大学生たちが京都にいます。こんにちは。あ、今なんか撮影をしていますね。これは今何をされてるところですか？これは今衆議院選挙に向けて選挙啓発のための YouTube 動画を撮っているところです。同志社大学など関西の大学の学生たちが中心となって活動する NPO 法人見えるか、 YouTube や Instagram など SNS を活用し、若い世代に向けて選挙や政治についての情報を発信しています。ということで本日は選挙直前選挙クイズ、イエーイ。撮影していたのは選挙に関心を持ってもらうためのクイズ動画。他にも衆院選に向け公示後毎日動画を配信しています。中には人気バラエティ番組のパロディ企画も。見えるかチャンネル、はい、ということで今回の動画は大学生衆院選の日程わかる人ゼロ人説、イエーイ。日程とかってご存知ですか？あ、この子は多分知ってると思う。彼女に詳しいことはちょっと聞いていただけると、正直知らないです。単に SNS で発信するだけではもはや若い世代には響かないそうです。 SNS でも好きなものだけ見ちゃうので、選挙があるという情報に接する機会が本当にないと思ってて、そういったところにちょっとでも選挙があるよってことがふと目に入ればいいなと思いながら発信してますね。さらに彼らが開発し今注目されているのが投票ナビって言って、16個の質問に答えるだけであなたの意見に近い政党をマッチングするっていうようなサービスをしてます。一体どんなシステムなのでしょうか？実際にやってみました。新型コロナウイルス対策、はい、中でも経済支援の部分に関してどう考えますか、はい、ということですね。他にも消費税や夫婦別姓についてどう考えるかなど順に出てくる16個の質問に対し選択肢の中から回答を選んでいくと、自分の考えがどの政党の公約に近いかがこのようなグラフで表示される仕組みです。面白い。これ本当に若い人とか年配の人とか問わずみんなちょっと試しにやってみたらいろんな気づきがあるかもしれないですよね、はい、ウェブサイトにはこんなものも。この議員ペディアっていうのを今回作ってます。議員ペディア、はい、これ一つ一つの点が衆議院議員の方一人一人なんですよ。でこれをですね、それぞれその人の属性ごとに分けれるっていうようなサービスになってるんですよ。例えば性別で分けてみると女性議員が少ないことが一目で分かります。当選回数によってバブルの大きさを変えることもできて、うん、面白っそうするとやっぱり女性議員の当選回数って男性議員に比べて少ない人が多いんだなってことが分かったり、遊びながら楽しみながら政党であったり議員のことが分かりますよね。だからただ選挙で行けっていうだけじゃなんか無責任な気もするので、うんうん、それでこういうのを利用してもらったらもっともっと選挙のハードルが下がるんじゃないかなと思って。なんでこんなに選挙に関して熱心に活動してるんですか？政治って本当に社会を変える力とか社会を大きく動かす力を持ってると思ってて、もっとその政治の可能性に気づいてほしいなと思って。